菊田裕樹は日本の作曲家、編曲家、シナリオライター、ゲームデザイナー。本名は菊田裕樹。愛知県出身、関西大学文学部哲学科卒。1962年8月29日、著名な当時研究家の父の家に生まれる。関西大学を卒業後に上京し、26歳の時に裕樹26の名義で漫画家デビューする。 1990年には漫画対抗本、例文を発表している。また、同時期に友人からサンプラーを譲り受け、独学で音楽を学び、楽曲が竜のコプロダクションのテレビアニメ作品に採用される。1991年、スクウェアにサウンド担当として入社し、ロマンシングサガの効果音の作成を担当する。聖剣伝説2、聖剣伝説3。 総会議などの作曲を手掛けた後に退社し、1997年8月、作の巣を設立した。クーデルカの企画、プロデュース、総合演出を務めるが、1999年に作の巣を退社する。その後、2001年3月にノーストリリアを設立する。現在はフリーランスとして、PC 用オンラインゲームの企画、開発やオンラインゲーム、 成人向けゲームなどへの楽曲提供、amazon.co.jp や同人誌即売会などでのインディーズ CD 販売を中心に活動している。2006年3月、未使用のままストックしていた音源を集めて新曲に近い楽曲も盛り込んだオリジナルアルバム、Lost Files を発表し、2007年8月には完全新作となるオリジナルアルバム、 アルファベットプラネットを発表する。今後については、自身のブログにて、聖剣伝説にの世界観を、自らの世界観でアレンジしたアルバム、聖剣伝説にシークレット・オブ・マナとタイになる、新作長編アルバムを制作中と語っている。具体的なリリース時期は未定だが、桃の木の聖の秘伝に台を取った、古風で少し悲しい物語をコンセプトにしているとの、ことである。また、 今後とも精力的に音楽活動を行いたいとも発言している。企業家としても活動しており、前述のサクノスやノーストリリアを皮切りに、2001年8月にワイス株式会社を、2004年8月2日には携帯電話端末等向けショートアニメのコンテンツ、制作会社であるモバニメーションを設立している。モバニメーションについては、2005年12月31日に、 ウェジホールディングスが買収し、現在はラディクスモバニメーションと称号が変わっている。2006年頃から静岡産業技術専門学校、近年は東京音楽大学で講師を務めている。本人曰く攻撃的かつアーティスティックでありながら、同時にメロディアスでポップでありたいというのは僕の目指すところですとインタビューで語っている。 作曲に対しての持論が多くあり、ゲーム音楽に対しては世界を助けて存在させるものなので、ゲームそのものが描きたいと思っているものにちゃんと合うかなということがすごく大事だと思う。聞こえちゃいけないんですよ。微妙に感情を揺らすようなものがずっと続くというものがいいんですね、とコンチェルトゲートでのインタビューで語っている。影響を受けている音楽はプリンスやイエス。 エルプなどのプログレッシブロック、ディーボなどのテクノポップとのことで、作曲の方向性については、ポリリズムとポリハーモニーという二つの概念を大事にしている、極端なクローズドボイシングと極端なオープンボイシング併用するのが好き、基本的に近接するサンドの和音、つまりは調整を感じさせる要素を使わないのが特徴であると自身のウェブサイト上で語っている。また、曲に、 コードの一発ものが多いことの理由を自身の掲示板上で聞かれた際に既存のコードやルートにとらわれないってのはキーワードになるかもね。アルペジオの持つ曖昧なコード感とか微妙にテンションを混ぜていく快感とかと語っている。作品考察から表現コンセプトを立て採用楽器の研究を行った上で自身の感性で組み立てた楽曲スタイルと感情に 忠実な曲奏を重視した制作アプローチを取る。菊田はこのアプローチによって、楽器の種類や音源のチープさは自分にとって表現の障害にならず、ジャンルの枠からも自由であるとし、また自身の音楽性を人より独特なものにしているだろう、と述べている。このアプローチは、楽曲スタイルの柔軟な組み合わせ構成を施行したものであり、聖剣伝説2の楽曲の一つ。 呪術師では芸能山白組の資料をもとにスーパーファミコンのゲームサウンドにケッチャのリズム様式を取り入れた。またメロディを複数のパートに分担して楽曲に変化をつける手法を好んで用いている。こうした手法は反面、前述のポリハーモニーなどパートにまたがった複雑な和音構成の忠実な演奏を求めることから、 スタジオミュージシャンを採用した総会議の制作では曲の意図を伝えることに苦労したとも述べている。株式会社ポンスビック、募集情報 AB 菊田祐希氏インタビュー、オリジナルアルバム制作について、コンチェルトゲートちょっと難しい作曲の話、エンジェルズフェア BBS 過去、ログハット、チップトゥーンドインタビュー、スクエア・エニックス・ミュージック・オンライン,インタビュー、インクブドインタビューほか、 チップトゥーンドインタビュー、スクエアヘブンインタビュー、2004年に1から4月、台湾限定のオープンベータテスト終了後、開発停止、ありがとうございます。